はい、どうも、楽しいご飯の時間ですよ。今日はですね、肌着です。肌着着てます。焼きうどんでございます。甘みと風味、炒め玉ねぎの旨味ソース、唐辛子、アルザス、焼きうどん生タイプ、金ちゃん亭です。ソースはかけました。もうソースはかけてあります。非常に美味しそうです。めちゃめちゃ幅広いです。ふりかけまだかけてません。ふりかけはまだかけてません。肌着です。これでいいですか。肌着です。ふりかけかけます。これあ、ふりかけきれい。ふりかけきれい。ふりかけかわいい。かわいいって言っていいですか。ふりかけかけるとこうです。ほらほら、あ、エビとかのエキス入れてるんだ、きっと。そうだ、これエビとか青のりのエキス入れてるんだ、これきっと。そうだよ、絶対そうだよ。いただきます。麺の感じ見ます。麺の感じこうです。麺はこんな感じです。かけ物買ったとこは、あー、わかんないかな。いいね、食べちゃいますね。うん、おいしいね。むせそうになった。最初我慢できたのに。うん、いいね、うどんいいね。ソース系はね、くるんですよ、むせちゃうんですよ。すると最初の方はむせちゃう。あー、キャベツ欲しい。もう火薬いいね。この火薬があるとないとじゃあ大違い。うん、ノンフライとか生麺は強い。強いわ。生タイプ麺は。金ちゃんって、焼きうどん。これでいいです。今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。はい、どうも。はい。お知らせの時間ですよ。お知らせの時間でございます。ありがとうございます。たったた探検組合さんがお送りする回転 0.02 マイル、ありがとうございます。木島また参加させていただくことになりました。そしておめでとうございますと、ありがとうございます。たったた探検組合さん、たったた探検組合さんの初の地方公演が我がふるさと与論島与論島与論町でやることに決まりました。決定いたしました。ありがとうございます。サビチラカンです。サビチラカンで9月の14と15、2回やります。ありがとうございます。島の有志といいますか、ダンサー、要は劇団員さんだけじゃない、木島だけじゃない、与論島出身の武じゃないです、武義光俳優さんです。だけじゃない、要はそのこのメンバーだけじゃないってことです。与論島在住で、私も出るわ、俺もやったるよというようなダンサーの皆さん、ダンサーの皆さんって、まあ、失
演してくださいます。ありがとうございます。そういう皆さんのご協力、いろんなの支えていただいて、こう言えばいいだけくださったら、とうてかなしとか。とうてかなし、ありがとうございます。ということで、与論島で公演します。与論の公演は、サビチラ館で9月の14、15。チケットを発売しているのは、生の沖商店、オーシャンマーケット、アガサのトップと花川店、花がトップ店。で4点です。こちらの方はチケットなくなる心配は全くございません。サビチラ館はとっても大きい会場ですので安心です。もし読んでみたいと思う方はですね、ヨロンと東京で両方見たいっていう方、ヨロンだけで見たいっていう方、ぜひこちらの4店舗でご購入ください。もしヨロンにいつもは住んでないけど行ってみたいなって人は、早く宿と飛行機とか船とか移動手段のご予約の方よろしくお願いします。そっちの方が心配なんで、そっちをもうズバッとやってください。お願いします。そしてこの東京公演、10月10日、ヒロシの誕生日から14までやります。ありがとうございます。こちらの公演の方は、いつも通り、タッタッタ探検組合さんのすげー、この、タッタッタ探検組合さんのっていうか、テクニカルチームも含め、そのチームのすげー音とか光とかも、もうあれの、もう楽しい楽しい演劇舞台やりますんで遊びに来てくださいね。これもだから、もう本当に心配なのは、これ、何遍でも言います僕は。席が少ないんです。今回、諸事情ございまして、劇場自体がちっちゃいところしか予約が取れなかった。いつもに比べて。予約が取れなかったんですね。劇場の大きいところの。そうなると、いつももうマッハのスピードで、初日とか土日とかもうバンバン売れちゃう、たったた探検組合さんですよ。なくなるに決まってんだ。しかも10月ですよ。10月の公演をもう7月26日からチケットの発売してるわけですからね。こうなってくるともう心配で心配でしょうがない。間に合いますか？もう間に合わないです。早くしないと。どんどん売れちゃうんですから。10月10日から14まで中野でやりますんで、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。あの動画の説明欄にご予約はこちらからっていうのを貼り付けておきますんで、もう見切り発車でバンバン予約入れてください。じゃないとね、もうちょっとしてからしよう、もうちょっとしてからしようって言ったらなくなるんです。タタタタ探検組合さんはそういう劇団なんです。もうみんなでもう全部売っちゃうんですよ。空っぽになっちゃうんです。そんなことになったらもうみんな見、ああ、木島の、ね、よろしくお願いします。仲間たち、与論山具学校、チームの皆さん、よろしくお願いします。いつも通りですよ。このお昼の会、星マークがついてるところはちびっこウェルカムステージですから、子供がちっちゃくてね、いつもはそういうとこ行けないな、見に行けないなって方々でも安心して見れます。暗くなってやーって泣いても大丈夫。いつも出てくるあのおじさんが出てきて、あーいつがまた出てきた、いつも出てくるあの女の人が出てきて、あーあの人見たことあるよ、この間なんとかだったよとか、そういう風に叫ぶ言葉出しちゃうような声を発しちゃうようなちびっ子でも大丈夫です。そういう子たちもたくさんいらっしゃいますから、初めての方もご心配なさらずに、ぜひこのね、ちびっ子がいるところは、いる方は、いるご家族、ご家庭は、この星のマークの会にぜひ遊びにいらしてください。まだ詳しいことは聞いておりませんけれども、多分いつも通り終わった後イベント的なことをやって、楽しくね、ちびっこイベントですよ。ちびっこイベント、ちびっこと一緒に遊ぶやつね。出演者たちとちびっこが遊ぶやつ。楽しくワイワイなんかやって、楽しかったねーって言って帰ることになると思いますんで、ぜひ遊びにいらしてください。そして僕、大人の皆さんは、この中3日の方、11、12、13の方は夜の会、劇団公式交流会があってもなくても、木島交流会は、与論山具学校交流会はやりますんで、これ、終わった後みんなでご飯食べに行って乾杯乾杯乾杯やりましょう。一緒にね、ご飯食べて飲んで楽しくやろうじゃありませんか。あんまり長くなりすぎてもあれですんで、もうここら辺にしておきますけれども、与論島公演、東京からでも大阪からでも北海道からでもお待ちしております。チケット売り切れないから大丈夫。宿と飛行機とか船とか移動手段と泊まるところ、そこだけもう早めにこれやって遊びにいらしてください。で、与論町民の方々ね、与論町民の方々はもうこれもうみんなで予約してくれたら嬉しいな、ね、ウスターパーパーターからね、わらみちゃんからもうみんなでね来てくれたら嬉しいな。よろしくお願いしますよ。選ぶまあいや近くの島々の奄美チームの方々もお待ちしますんで、ぜひよろしくお願いします。もうあれだったらもう漁船とかでね、2家族とかで、3家族とかで漁船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 
茶花子、茶花子、玉、まあいいや。ということです。9月と10月、たったた探検組合さんの演劇の公演、キジバンを参加します。ご予約はこの動画の説明欄からでよろしくお願いします。それでは、キジバン、皆様にお会いできるのを楽しみにお待ちしておりますので、よろしくお願いします。